はい、後藤です。いつもですね、ブログを見てくださってありがとうございます。今日はですね、今、大阪ですけど、今日は期待をするなっていう話をですね、していきたいなと思います。なんで今日お話するかっていうと、まあ、いろいろ仕事をしていく上ですね、いろんなお客さんと付き合っていくことあると思うんですけども、ビジネスパートナーですね、クライアントとかいると思うんですけど、期待をしすぎるとですね、失敗することが多いので、ちょっと今日はこの話をしようかなと思ったんですが、どういうことかというと、お客さんから仕事をもらいますよね。で、こういうふうな、こんな仕事でだいたいこれぐらいの、お金を渡せますとか、だいたいこれぐらいのペースで仕事がありますとか、いろいろあると思うんですけども、それに対してですね、期待をしすぎてですね、じゃあもうこの仕事を一本でやっていこうという感じですね、他の仕事を一切取らずにですね、そこに集中してしまった結果ですね、その一本絞ったお客さんがですね、やっぱり3ヶ月待ってとか、なんだろうな、やっぱりお金の支払いを、なんだろう、2ヶ月待ってとか、仕事来月もあるって言ってましたけどちょっと伸びそうですとかって感じですね。もう全く話が違うとであると思うんです。あるんですよ。結構僕も結構何回もね、この3年間でもう数え切れないほどそういう話はありました。なので、未だにですね、やっぱいくらそういうふうに言ってもらってでもですね、僕は期待をしてないんですね。これは、別にそういうと信用してないとかじゃなくて、期待をすること自体が、自分で自分の首を絞める、自分を破滅に導く可能性があるので、どれだけですね、まあいい話、この人は、このお客さんは、長く付き合っていけるだろうと、どれだけね、確信が持てたとしても、僕は、必ず営業を続けて他の仕事も取っていってます。で、その結果ですね、やっぱり、そういうことが、まあ、何人かに一人のお客さんがそういう、やっぱり無理だったってことがやっぱあるんですね。で、そういう時に、やっぱ他のお客さんからの仕事で、しっかりと食いつないでいくことができる。まあ、もちろん予測売上よりは落ちますけども、全くゼロになるってことがやっぱ過去に僕あったんで、それだけは危険、まあ、断言と言ってますけども、1っていう数字は危険ということで、クライアントの数にしても1は危険なんで、必ず3社以上のお客さんを持つ、まあ、これは、ね、コピーライターとかっていうところになってきますけども、今僕が話してるのはね、まあ、飲食店とか店舗であってもですね、まあ、1人ってまずないじゃないですか。多ければ多いほどいい、まあ、団体のお客さんとかであれば、1組だけを頼りにするんじゃなくて、まあ、何組もですね、常に自分のお店の常連さんとして囲っておくような戦略を取っていく必要はあるかなと思います。ですので、ぜひですね、期待せずに、まあ、怒るがイラッとするじゃないですか。その予想してた話が来なかった時になんでみたいな感じでイラッとして、こう怒り狂う時ってあると思うんですけども、その怒りっていうのは基本的にその自分が期待しすぎた結果の怒りなんで、だから期待しすぎないようにしましょうって話ですね。ですので、ぜひ期待せずに、冷静にですね、機械のように営業して仕事をサクサクとさばいていって、機械のように、働いていってほしいなと思います。そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた。